どうもボボビーアートレザーのボビーーーアトレのです、えー、今日はですね、えー、11月の5日ですかねえー、第65回目のお配信でなります。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボボビビーーアトレザーのボビーです、えー、今日はですね、えー、大阪のボビー・アトレザーのアトリエから、えー、ライブ配信でお届けしております。早、ねえーはいもんですね、えー、もう11月も今日でいつ日ですかねちょっとカレンダー見てみよう。あっ5日や <laughs> もう木曜日ですね。えー、まだね週末にかけてね、えー、まあまあ,あねまあいろいろ追い込みっていうかね。あのー そうですね、えー、まあ、ちょうどお昨日、とついですね、えー、ちょっとリフレッシュしてきました。アトリエから、ね、飛び出して、もうずっとアトリエね、ね基本的にはアトリエで、えー、このようにいるんですけどね。うん、で、もう今日はちょっと画角が違う。画角は一緒か。ちょっとレンズがね、えー、ちょっと新しめになったんで、きびきび動いてると思います。えとですね、えー 今日はですね、えー、っとですね、何を話しようかなと思うんですけどね、えーま、まあまあタイトルはですね、アンチエイジングには〇〇を取り入れようとかでね、えー、いうことですね、うん。なんかちょっとお話ししようかなと思います。まああのー、まあ僕もですね、えー、まあ、 みんな一緒ですけどね時間というのはですね、えー、なんかこう一秒もね戻ることもなくどん,どん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 未来へ進んでるわけじゃないですか。でやっぱりこうなんかこう自分の中で,ですねあの老けるとかあそういう,う年,をる年を取るよりも年を重ねるとかね,、えー、ね未来進化してるという感じで、えー、非常にこうポジティブにね日々、えー、送りたいなと思ってるんですけどもまあ えー、そんな中ですね、えー、などういうどういうたらいいんかなあのやっぱトーンダウンするんはどうも、まあ、いろいろおなんていうのお目先目先のことがこう今日もですね朝からあスタッズをですねずっとこうコツコツ打ってましてね、えー、なかなかあのこう目がかすむ時もあります。<laughs> でですねまあそんな中ですねやっぱりこういろいろこうファッションに関することとかですね、えー、そういうことをずっと携わってましたらですね、えー、ふとこう思うことがあったんですね、えー、そういうまあまあ手軽なというかことですね。うん、あのー、まあアンチェンジングっていうか、あのー、やっぱりねあはつらつとですねこうなんかこう。 パワーを感じる方はですね、なんかこうロックテーストね、まるまるというのがロックテーストですね。ロックファッションをね、えー、ちょっとねあの普段のコーディネートの中にですね取り入れたらあいいんじゃないかとよくそういうことも言われたりしますし、えー、僕もそれは思います。えー、まあ、同い年普段ね同い年ぐらいの友達とかがなかなか会う機会がないんですけど。 あのだいたい年上の方か、うん、あの僕よりも年齢で言ったらあ若い方とかとのことが多いんですけどあのー、年上の方ですけどねだいたいまあプロのね、えー、現役のミュージシャンの先輩たちがあ多いですけどね普段んね、えー、なんかこう普段出会う方とか、あのー、お付き合いある方っていうかねやっぱりね、あのー、かっこいいですね。 うん、あの何て言うのなあの何年後かとかいう自分の学校になりたいいう感じのあるじゃないですかそこにですね、えー、あなんかこう勇気を持てるというかあ,あのなんていうのな,なんかこう不安よりもなんかこう前へ向けるというか,あそ,ういうか、うん、そういうふうに思わせてくれるというかね、うん、やっぱこう。 こう身につけてるものっていうかね。うん、あのサーっと羽織る革ジャンでもそうですしね。あの t シャツでもね。こう。6t で、えー、あとちょっといい感じのこ。このアニマル柄とかをですね、えー。コーディネートに取り入れてですね、えー、あの、普段の佇まいからかっこいいんですよね。<laughs> やっぱりそれを僕も見習いたいないと思いますし。しうん。 あとまあ僕の先輩の大先輩ですからねスタイリストの大先輩でもですねやっぱこうアニマル柄をですねうまく取り入れてやっぱりかっこいいですしね、うん、やっぱこう醸し出す空気感もですね非常に何とも言えないパワーをね感じますけどね、うん、なんか憧れますね、うん、僕も何となくこうそういうふうなの、ね、ロックテイストの相手もですね まあ、小物とかもそうですし、まあまあ、僕なんかこう作ってる方なんでね、あのー、なんかそういうお手伝いとかをです、ねえー、させてもらえればなと思いますしねこれからもね。でやっぱこう小物というのは、まあ、ハットとか僕はもうとかキャスケットね、うん、ハンチングそうですけどレザーのレザーとかのね、えー、ものをです、ね、どっかこう入れるとですね、えー、なんかこうちょっとこう。 気持ちが上がるというか、うん、こなれ感とかをねやっぱこう馴染んでいくとか着込んでいったらね、うん、らすごくいいんじゃないかなと思ってますね、うん、まあ僕もそういうふうに感じてますし、うんまあ、そう思いながら、まあ、こういうね、えーうん、配信もしてるわけですからね、うん、あそれとあのー、そまああのー、なんていうんですかねそうこの間もお,お話しさせてもらったんですけど ウェブショップ、ねえー、ボ,ボビーアトレーのーウェブショップこの、ね、ウェブショップの、えー、がです、ねえーこのまあ、僕のベースっていうところですねもう何年も使ってるんですけど今はねすごい、えー、いろんな,あなんか機能も増えていってです、ね、あのあの僕はあのおこれを始めた頃ろの運のをで なんかね、あのすごいこう充実したサイトにはんらかあの内容になってるんですけどねまあ僕はまあずっとこう,こういう感じで、えー、ね、えー、させてもらってますけど、まあ、基本的にはまあオーダーのーアイテムが多いんですけどでまあ,あのその間のアイドルタイムというかそういう時にですねこう革小物とかをですねちょっとずつこう、あのー、制作してでまあ、あのー、気に入った方ですね。えー 選んでいいただいてる感じです、ね、であとまあ,あのレザーハットとかねそういうのはあのあこ,こちらこのねサイトからねご予約できますしね、うんまあ、そういう形に、えー、撮らせてもらっていただいてます。うんあのー、でまあちょっとその間ですねちょっと制作までの時間をねちょっといただきますけどもそれもその間もおーおーメールでやり取りしてねさせてもらってます。 であのー、たまにんですけどもあのー、どなんかドコモの方が非常に多いんですけどあのー、携帯のねえー あのなんかこう返信ができない場合もあったりするんで、えー、なんかねそういう設定はあのしていただければあーあのメールがパソコンからのメールでもねあの届くように設定いただければなといつも思いますけどねそれかまあどこもまあスマホと同時に、えー、例えばまあ G メールとかか持ってたらそうねなるべくパソコンの方から出たらありがたいです。 うん、パソコンのメールも受け取れるうしていただければなと思います。ねで,えー、でですね、えー、このこうキャンペーンがあるみたいですね、えー、なんと、おお1回1回限りらしいんですけど、使うのはね、えー、5%ね全品いうことですね、そのベースの方からあそういうキャンペーンをさやってるみたいなんでね、えー、これを機にですね、えー なって大きいですかね、まああのまあ、どうしてもレザーの、ね、オリジナルのものなんで一点、えー、ものなんでですね、えー、額がねあれそ,のその5%で言ったらまあまあなほかにんかもうええもの食べに行けるぐらいの <laughs> ねになりますんでね。うん あのー、ぜひねこの機会にですね、えーえー、7日から21日までですね、えー、11月はそういう期間あるらしいですなんかすごい他人事みたいけど <laughs> まあ、あのー、そういうふうな、あのーね、せっかくね一点物とかねコレクションとかねされるいい機会かなと僕も思いますし、うん、全然ぜひ、えー、こういうなのをね活用いただけたらと思いますし。 なんかちょっとしたねロックテイストおほんま小物でも僕はいいと思います、あのー、意識の問題っていうのがあるじゃないですかやっぱそこで気持ちがアップするっていうかやっぱこう着るものとかってですねやっぱりね、あのー、非常にこう影響力っていうのがあるみたいですねうん。 まあ50代ね40代で,で、まあまああのー、ご利用される方はですね、あのーまあ、いわゆるシニア層に近い方が多いですけどね、まあまあ、若い方もあやっぱり感度の高い方っていうかレーザーがすごい好きで、えー、やっぱり他のものと,かあとはちょっと一線をねこう隠すっていうか。 まあそういう方感度の高い方はですねやっぱりこうネットで調べてボビーアー・トレザーにたどり着いてもらってですね、うん、でやっぱりこうずっとこう温めていたイメージのものとかをですね僕の方で形にムーチ合わスしながら形にしながらね、うん、それで世界で一つのものを作り上げていくというかそういう過去もね事例っていうかたくさんまあブログの方をね っていうかホームページですね、見ていただければね、あのー、いろいろ載ってますんでね、ぜひ、あのー、ご覧いただければなと思います。ね、あの写真とかも、うんでまああのー、写真をですね、えーこのまあ、カメラをですね、えー、持ってですね、あのー、ずっと撮影しているんですけどね、まあまあ、昨日はあ、まあ、ちょっとお、まあ、v イツも、まあ、あの商品ばかり撮影が多いんですけど、 でまあ、あのー、ちょっとたまにいい景色とかを撮ってみたいなとか、うん、でまああとちょっとしたパワースポットにね行ってきましたまあちょっと話がなんか変わってますけどねあのー、パワースポットいうんかな何年か前に行ってすごい感動してまた人なんかもうちょっとまたもう一回そこに訪れてみたいなと思ったんで鞍馬っていうところですね鞍馬鞍馬寺っていうんですかね。うん、今あの映像のテストもです、ね、途中までしかちょっとあの ね、台風やらの,おいろいろあの大雨とかの影響でですね栃中までの駅しか行きませんけども、あのー、初めて行った時はですね雪の日に行ったんですけど木舟かな木舟木舟にカメラを持ってね雪景色をちょっと撮,撮りたいなと思ってね当時行ってきたんですけどそのついでに鞍馬入り口って書いてたんで歩いていったらですね、えー、非常に。 非常に歩きましたねあの険しい道なき道をですねおまけに雪も降ってましたしね、えー、すぐ着くんかなと思ったらもう相当歩いてですね足が棒になりましたけどね <laughs> まあそ,れその時に見たど、えー、り着いた蔵まででがですねすごいこう何とも言えないこうね、えー なんていうの心が現れるというかそういう気,気分になってなんかすごくもう一度体験したいなと思ってですね今回はですね、えー、この時間ですね期間はですね、えー、もう直接行ってですね、えー、すっと上がっていったあの気分ねからぐるっと回らずにねすっと上がっていたんですけどそれでもまあ えー、今実はですね、えー、僕はですね、えー、ふ,くふくらはぎっていうんですかね下半身がガクガクです <laughs> も,うもういかにもお体を普段ね、あの手先しか使ってないかいうのはもうおお明らかに、えーね、なりましたね <laughs> まあそんなことでねやっぱりそのやっぱ基礎体力もそうだし、えー、感性もですね、えーまあ、感覚とか心は気持ちはですね、えー、年う取らないんでね、えー、ずっと生涯静止のままですけどね なんかそういう方ですね、えー、あのボビア・テレザーをね、えー、羽織ってもらえればなと身につけてもらえればなと僕もずっと願ってますねはいあでコメントねありがとうございますえー、あ森本君ありがとう、えー、どんどん進化してますねすごい,い,やいや進化してるんかな <laughs> ね,ね、まあお互いさんでねえー、常にね、えー、クリエイトしていきましょうね ありがとうございます。あ、小野さんありがとうございます。見てますよ。えー、京都宇治も見ましたね。もうあのー、あ,あいうとこ行ってまあとりあえずなんかこうとりあえずって言葉はあんまり適してないかもしれませんけど、なんかこうみなんかこうなんていうのあのー、こうね現場からなんかこうスマホ一つでねまあお口で喋るんですけどね。 何も考えずににここいいてますいう感じでねあのそれが身に,つく,身にねつくような内容でもないんですけどね「こっち元気でやってますよ」的な感じでねえいつも同じ景色で変わらずのね空間なんでねそれはいいかなねたまにはねあの外からでも <laughs> ね眩しいからあのずっとあの目が細細いですけどねうんまあまあそれはそれでえまあ,あなんとかねこうやって、え。ー なんかリフレッシュする時間もやっぱり人は、ね、いりますからね,、うん、ねその間にやっぱりこう新しい発見はたくさんありますね、うん、見ながら、あのー、宇治何回か実は行ってるんですけどやっぱりこう四季折々っていうのがあるじゃないですかねやっぱりカメラを持っていくとおやっぱそういうのも敏感になりますね。いろんな ことにこう前はこんな感じやったなとか空気感とかもそうですし色づき具合もそうですしその言葉にするにはちょっとなんかあの稚拙なことしかえ語れませんけどもファインダーから覗いた時のですねあのなんかこう迫ってくるものっていうのはあなんかそこでえーいろんなことを感じますね。発見というか あとやっぱりいろんなまあこういうものづくりとかあデザインを普段してる身にとっ,、ね、ってみたらですねあの訪れる場所場所のねいろんなものが造形のものとかディティールとかにやっぱこう目がいくんですけどね。やっぱりその のね、もう相当昔からの時代のものじゃないですかいろんなものがね。なのに訴えかけてくるなんか発見とかあ色彩とかね柄とかねあるんですよね毎回。やっぱりなんかこれをやっぱ入力する時間っていうのは絶対、えーえーね、クリエイターにとっては必要なことやと僕も思いますしでまああとまあ大阪ここも大阪でしょ。でも京都とかね非常に 近いんですよ1時間以内で行きますと、まあね、そういう近場に近いエリアになのにもかかわらず何て言うんですかね旅行気分にもなりますよねなんかちょっとまあ、ね、暮らしの中にいてればあそこが生活の気分になってあのスタンダードになると思うんですけどおちょっと離れた大阪からね、えー、ちょっと行く。 ちょっと足を伸ばすすだけでですねうんあの身軽にね荷物もそんなにいらんねカメラとまあもろもろちょっとしたもんでリュック1つで行けますしねまあで今はねもうほとんどキャッシュレスかですからねうんだからもう身軽に行けますしねあとはもう僕も何回も行ってるんですけど万博記念公園ですねうん同じ大阪でまあまあ一番 近いっていもうそこも何年も,もう何,何十年って <laughs> ね行、えー、ってますけどね、えー、いつも刺激的な時間ですしやっぱりそのおそこから帰ってきてですねやっぱこう何んですか制作創作意欲っていうか制作意欲っていうかもうですね、えー、非常にこうなんかパッションっていうか感じますからね、うん、あの勢いがつくっていうかなりますからね。うん、なんかねそういうい感じで ねえー、刺激をねもうある場所に行くのもそうですしやっぱりこうちょっとした身につけるものとかねそういうなんでですね、えー、まあ本当にあのシルバー一つにしてもそうですしあのー、レーザーのねジャケットねもうそれはもう別にボビーアートレーザーを押すとかそういうあのじゃあ度返ししてやっぱりこう。 街に溢れてる、ね、ものとかでも全然いいと思いますしあのー、なんかねそういうちょっとしたね、えー、テイストのものをですねもうこういうストールだけでもいいと思いますよ。ちょっとねあの T シャツの上にこうストールね僕らは80年代のね、えー、ヘビーメタルブームどっぷりでしたからね。やっぱりその し僕らの時やったらあの無駄に T シャツを切ってましたね <laughs> まず T シャツを買ったらですねあの首をジョギジョギと切って袖をあのの縫い目のところね切ってぐるりっと刺してね、うん、ショー T シャツの裾もショート丈にしてですねへそ出してましたけどね <laughs> それが毎日でしたねなんかと、うん、もうそういうふうな時代やったんかな。 それはまあ僕,だけ僕らだけかもしれへんし、うんまあ他のおカルチャーでも別にまあ音楽以外はやってなかったんで当時はね、うんまあ、そういう仲間の間の中で <laughs> 暮らしてきたんであれですけどやっぱりこう、ね、いまだにやっぱその名残,名残をずっとそっから進化しているっていうかね名残を引きずってるんじなしにそっから進化してるっていうか、うん、やっぱりこう今でもこう。 たロバート・プラントとかのね昔の動画見てやっぱかっこいいな思うしね、うん、なんかそんな感じで、えー、僕はあの今回はですね「えー、○○」っていうのはね、えー、ロックテストをねロックティーでもいいですしねなんかそういう要素のものをねちょっと取り入れて、えー、アンチエイジングにね、えー、役に立ってたらなと思いますそれではあそんな感じですね、えー、今日はあそ,、えーまあ、そういうロックテストを,を,を入れるという感じで。 ことをお話しさせていただきましたそれではまたあね、えー。今日もですね大阪も爽やかですからね爽やかな一日をですねお過ごしくださいそれではまたお会いし,しましょうボビーでしたじゃあねバイ